ショーンです。アヤです。ハワイ島よりアロハ。皆さんいかがお過ごしですか？うとうとしながらハワイ島の夢を見れるラジオ。さあ今週は一体どんなお話でしょうか？アロハポーレディオ、おやすみラジオ。はい、久しぶりですね。久しぶりですね。おやすみラジオ。おやすみラジオ。このコキの音、そうね、コキガエルのね、本当に音が、鳴き声が夜なので入ってますけど、うん、このピー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 鳴ってる音は鳥じゃなくてカエルの音です、うんうん、こんなちっちゃいね、うん、茶色いカエルです、うん、あのおやすみラジオ、2020年のパンデミックが始まってすぐぐらい、うんうん、私たちが YouTube を始めた頃に、うん、やってみようかラジオってことで、ね、ちょっと始めて、うんうん、1,2 回あの動画をアップロードしたんですけど、メネフネの話とかしたね。そうそう、ヤシオンさんのメネフネの話とか、うんうん、あと幾何学の話、うんうんうん、ハワイアンパンツがどうやってできてるかみたいな話をしたんだけど、うんうん、その後、うん、ちょっといろいろありまして、うんうん、なかなか更新ができなくて、うんうんうん、でもその間も1年間ぐらいずっとお休みラジオまだですかってあの、ね、うん、いろんな方に聞いていただいていて、うんうんうん、こんな話聞きたいですとか、うん、神話の話聞きたいですとか、うんうん、いろいろリクエストをいただいたんですけど、あのやっとまたちょっと余裕ができたのでやってみようかなっていう風になりました。ね、まあどこまで続くか分かんないけど、できる限りやってみようよね、うん、そう、うん、こんな話をしたいなっていうのはありますね、うんうん、そして皆さんからもいろいろなんかこんな話聞きたいですとか、うんうん、これについてどう思ってますかとか、うん、なんかそういうお便りもいただけたら、うん、私たちの方に見てなんか、うんうん、できるのがあったらお話できたらなと思っています。でなんかやっぱそのリクエストの中でも結構多いのが、うん、まあハワイっていうこの場所もそうだし、うん、このやっぱ自然に囲まれてると、うんうん、普段日常生活の中で感じないような不思議な体験とかしたりするじゃないですか、うんうんうん、でなんかそういう話を聞きたいですっていうリクエストが多かったので、うんうん、今日は久しぶりだし、うん、そういう一番リクエストが多かったようなテーマからやってみたいなと思っていますが、どんなテーマ？不思議な体験。不思議な体験ね、うん、今までショーンさんが聞いた不思議な体験、うん、あした不思議な体験とか、うん、不思議な話、うんうんうん、こんな話が心に残ってるなとか、うんうんうん、あるよ、えーうん、今パッとね思い浮かんだのは、うん、まあ、いくつかあるけど、うん、まあ、パッと自分が今まで聞いてきた中で、うん、これはなんだっていう話が一個だけあって、うんうん、じゃあその話にしようか、うん、ね、お願いします。それはね、うん、まあ、僕個人的にはスペースの話って呼んでるんだけど、スペース、うん、でこれは僕が体験した話じゃなくて聞いた話ね、そうそう聞いた話、もう今から20年ぐらい前だね、うん、僕が20歳ぐらい、ちょうど20歳だったかな、うんうん、20歳の時に旅しててさ、僕日本中を旅してたのね、うん、で、まあ、南へと向かってたわけよ、うん、南へとそうでも本当九州とかね、四国行ったり九州行ったりとかして、うん、で鹿児島行って、でそこから奄美大島に渡って、うん、ね、与論島に行って、与論島から沖縄本島まで行って、うん、で沖縄本島ではちょっと回って、で久米島行って、ひょうさんそんな日本の旅してたんだ。してたしてたしてた、そうそう、久米島でバイトしたりとかもしてたよ、うんうん、でそう久米島行って、でその後宮古島行って、石垣島行ったあたりで、うんうん、まあ、お金がなくなっちゃったんだよね、うんうんうん、そのだからまあバイト、そうそうそう、バイトでもしようかなってこと で、うん、でちょうど季節も冬でさ、うん、あのサトウキビ狩りの募集をしてたわけ、うんうんうん、あのしかも小浜島ってとこでね、うん、あの石垣島のちょっと離島だね、そうそう、ちょっとフェリーで行ったようなところよ、うん、高速船で行ったようなところの島で、うんうん、でそこの製糖工場がまあ募集してて、でその製糖工場に、うんうん、あの働きたいですって言ったら、まあ、農家の方を紹介してくれるわけよ、うん、要するに、でそこの農家に行って、うん、まあ、サトウキビ狩りのお手伝いをして、うん、まあ、お金もらうみたいな、うんうん、そういうやつだったのね、うん、でたまたまなんだけど僕が、その当てられた
その農家の方っていうのが、うん、小浜島の民族資料館っていうの、うんね、民族資料館っていうのをやってるおじいちゃんおばあちゃんの、畑だったわけ。そう、でそういうこともやってる人だったんだ。そう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 、普段ね、ほらああいう、そらサトウキビって1年間ほら生やしっぱなしでさ、季節のものだからね。そうそうそう、でその 2,3 ヶ月の間にこう島中にあるサトウキビを全部刈り取ってさ、うん、ねっていう、それ以外の間は、そうそうそう、そういう別のことやってるみたいな感じ、うん、でもおじいちゃんおばあちゃんのところで、でそこのおじいちゃんが要するに民族資料館をやってる方でさ、で、うん、まあなんだろうね、その八重山諸島の歴史だとか、うん、昔話だとか、なんかそういうのを、歴史だとか、うん、そういうのを集めてる人でさ、うんうん、で僕も結構そういうのにさ興味があったのよ。そういうほら、うんうん、あのエジプトのピラミッドだとか古代文明だとかさ、うん、でその僕お金貯めたね、そこでサトウキビで貯めたお金で与那国、うん、与那国っていう島があって、与那国島、そう与那国島、うん、日本、綺麗なとこだよね、日本最西端、うんうん、ね一番西にあるところで、うん、でそこにさ海底遺跡があるのよ。海底遺跡、そう、そうそう、海底遺跡と呼ばれてるものがあるのね。あ、へー、そう海の中になんかこう、うん、石が、そう石がさなんかこう切り出されてるかのようなさ、へえ、まあ、聞いた、本当、うん、結構有名だよその、うんうん、まあそれが自然にできたって言ってる人もいりゃ、いやこれは人間が作ったものだって言ってる、うんうん、両サイドいるんだけど、うん、でまあそういうのも好きでさ、うんね、だからそういう話をちょっとよくしてたわけ、そのおじいちゃんと、うん、でそのおじいちゃんも結構昔話とかやっぱ知っててさ、うん、でそのおじいちゃんから聞いた話なんだけど、うん、まあいろんな話聞いた中で僕がその一個、うん、引っかかってる話が、うん、そのスペースっていう話なんだけど、なんだろう、それ日本語、まあ沖縄の訛りなのかな、スペースっていうね、うん、話でさ、うん、でおじいちゃんがその話をしてる時にね俺に、うん、そのおばあちゃん、うん、おばあちゃんの方はもうその話はやめときなみたいな感じなのね、なんか あんま話すなその話はみたいな感じだったの、うん、じゃあ両方知ってる話なんだ。そうそうそう、両方知ってる話で、まああのそこそこ有名な話らしい。あ、そこの界隈で、うん、界隈では、うん、ただもう謎が多い話だから、うんうん、みんなあんま喋りたがらないみたいで、うん、でそう人がいなくなったりしてるから、うん、なんかそのほらちょっと事件性の匂いもするから、うん、あんま喋んないみたいなんだけど、うん、でもそのおじいちゃんはそんな事件じゃなくてこれはっていうなんか、そうそう確信があったみたいなの。どういう話なんだろう、これからね不思議な話なんだけど、うん、これはねなんかね戦前の話だから、うん、結構前よ、あの200年とかじゃない、そんな前じゃないけど、うん、まあここ 100年以内ぐらい、うん、ね、まあ、100年ぐらい前の話なのかなきっと、うんうん、戦前の話だから。でその当時の沖縄って、まあ、まあ今みたいじゃなくてさ、うん、あんなモーターボートみたいなやつはないしさ、うん、漁師の人はみんなサバニっていうさ、うん、手漕ぎの船でさ、うん、まあ、魚釣りに行ったりとかしてる時だよね、うん、でそのどっか 小浜島かどっか忘れたけど、うん、どっかの島、あの八重山諸島の、うん、こ黒島か波照間か竹富かね、なんかあの辺の小浜かっていうのどっかで起きた話なんだけど、うん、まあ、漁師の家庭のがあるわけね、うん、まあ、この話の主人公の家庭だよね、うん、でそこにはお父さんとお母さんと兄弟二人と、うん、まあおじいちゃんおばあちゃんがいるって感じだったのね、うん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 、でもちろん漁師の家でさ、うん、でこのお父さんが、うん、なんかちょっと嵐の日みたいな時に、うんうん、海に出たんだよね、うんうんうん、まあ普通に海に出て嵐になったのかちょっとよく覚えてないけど、とにかくこの海に出たお父さんが、うん、ある日その帰ってこなくなっちゃったわけ、海でまあいなくなっちゃったわけね、うん、遭難っていうか、うん、そうそうそう、でまあそういう悲しいことがありましたっていう感じで、うん、数年かなんか過ぎたらしいのね、うんうん、で数年過ぎてその兄弟も割とちょっと大きくなって大人になったぐらいの時に、うん、その兄弟のうちの一人が浜辺でね、うん、あのビーチで、うん、ほらメッセージインボトルってわかる、うん、こう、うん、瓶の中にさ、なんか手紙が入ってさ、よくなんか本とかでも出てくるじゃん。なんか映画とかで見るやつ。そう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 、うん、ね、あれ今だとあんなことなかなか見ないけどさ、うん、昔は結構あったんだって。あ、そうなんだ。らしいよらしいよ。うん、やっぱ遭難する人とか多かったからじゃない？多分。うん。なるほどね。そう。でまあその兄弟の一人が、うん、その浜辺でメッセージインボトルを見つけたわけよ。うんうん、で開けてみて、うん、中見てみたらその手紙がなんと。うん、その数年前にいなくなったお父さんからの手紙なんだって、うん、
もうその時点で不思議でしょ、まずね。でもこっからなんだよ、うん、こっからなんだよ。こっからが、要するにね、その手紙の内容がもっと不思議なんだけど、うん、要するにね、どんなの、うん、まあ俺も詳しくは覚えてないけど、うん、でもそれもしてまた聞きの話だからね。あ、そうだね。そうそう。とにかく、要するにお父さんは今現在も元気で生きてると。へー。って書いてあるんだ、書いてあるわけね。うん、うんうん。で、この海の中には、スペースと呼ばれる場所があって、うん、今お父さんはそこにいると。海の中にいる、ね、海の中にいて生きてると。っていうメッセージが書いてあるわけ、うんうん、でそのスペースっていう場所には人間もいるし、うん、魚もいるし、うん、魚と人間の愛の子、人魚みたいなやつかな、みたいなやつだろうね、きっと。なんか半魚人みたいな、わかんないけど、でも、ね、とにかく魚と人間の愛の子とこの 3種類で暮らしてると。へえ、うん、で暮らしてるんだって。でお父さんは今そこで働いてるっていうないっていうふうに書かれてるらしいのね。へえ、そうで、お前たち兄弟にも、うん、ぜひここに来てほしいから、うん、あの次のなんか満月の夜かなんかに、うん、このボトルを拾ったこの場所に来てくれという内容が書かれてたらしいの、うん、おかしいでしょ、もうわけわかんないでしょその時点で、うん、ね。でその、うん、ボトルを拾った兄弟が家持って帰って家族全員に見せたわけだよね、うんうん、で議論になったらしいの、うん、こんなの嘘だ、誰かのいたずらだとか、なんかこういろいろなったらしいのね、うん、でけどその、 あのボトルを拾った方じゃない兄弟、うんうん、ね、拾ってないやつの方がその話を信じて、うん、俺行ってみるってことになったらしいのな、満月の夜に、うん、そう、そんで満月の夜に、うん、その海に行ったっきり、うん、その兄弟いなくなったらしいね。やら、でもそこで話は終わりなのね、この話。残念だけど、残念だけどここで終わりなのよ。どうなったんだろう、でしょ、うん、でも不思議じゃない、ちょっと待って、ここでめちゃくちゃ不思議じゃない、うん、でしょ。要するにまず嵐かなんかに巻き込まれていなくなった親父から、うん、数年後にボトルに入ったメッセージが届いて、うん、しかもちゃんとその兄弟のもとにまず届いて、うん、でそこにはお父さんまだ生きてると。で、うん、海の中にはスペースって呼ばれる場所があって、うん、人間と魚と魚と人間の愛の子が住んで、うん、そこでお父さん今働いてるからお前たちも来いと、うん、で次の満月の夜に迎えに行くからここで待っとけってことなわけでしょ、うん、でそれを信じた兄弟が一人そこで満月の夜待ってたんだろうね、うん、そしたらそれっきりいなくなったんだって、うん、うん、でそこでもうこの話は終わりで、そう、そんでね、やっぱりね、なんかいろいろ警察とかも動いたらしいの。要するにほら、人がいなくなっちゃったから、だからその、ね、だからいろんなよからぬ噂とかも立ったらしくて、ね、うん、あの保険金だとかなんとか分かんないけど、なんかよくね、あの犯罪だとか、そうそう、だからそのおばあちゃんも、あ、なんか話したがらなかった、話さないでよって、そう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 、だったんだけど、うん、そう、でもすごい不思議な話じゃない、それ。なんか、その海底都市があったかも、なんだっけ、海底遺跡だっけ、うんうんうん、海底遺跡があったかもしれないっていう場所の近くでそういう話聞くって、なんかやっぱり不思議だね。そうだね、うんうんうん、私は与那国島の近くにそういう海底遺跡の話があるってことも知らなかったけど、うんうんうん、あるんだね、ここに。そうそう、そういう話が、そう、あるんで、そんでね、まあその、まあ、海底遺跡の話だっていうと、うん、そのおじいちゃんからまた聞いたんだけど、うん、その与那国にはそういうお祭りがあって、うん、あのね、あで、ね、まあ、まずね、その海底遺跡ってね、うん、すごいでかいの。要するに階段とかあるんだけど、階段とかも、うん、もう巨人が作ったんじゃないかってぐらい、その階段一個一個がでかいのね。そうなの、うん、そんで、うん、与那国にお祭りがあって、うん、そのお祭りの内容が、うん、巨大なわらじをその海底遺跡がある方角の海に流すっていう、うん、お祭りがあるんだって。足に履くやつだよね。そう、わらじ。そう、巨大なわらじ。だからもうまるで巨人が履くようなわらじを海に流すっていう。不思議な話なんだ。そうそうそう。だからそうそう、うん。誰が履くんだろう。ねえ。だからわかんない。昔、そういう世界があったのかもしれない。もしかしたら。あ、そうそうそう。そうなんだ。そう。で、まあまあ、それでさっきのスペースの話に戻るけどさ。で、これほら、沖縄の方言じゃん。スペース。うんうん、ね、なんか、海やっちゃーとかさ、なんか そっち系の言葉でしょ。うん、でもさ、よく考えるとさ、スペースでしょ。うん、私はスペースって聞いたから最初なんか英語かなって思った、うん、そうで、要するにそう、英語で言うとこの空間って意味じゃん、うんうん、スペースって、うん、でしょ。だからなんかすごい合致がいくのね。要するに、うん、この海の中にはスペースと呼ばれる空間があって、その空間には人間と魚と人間の魚の愛の子が共に暮らしていると。確かに。でもなんか竜宮城みたいな話じゃん。本当に竜宮城みたいだね。ね、あの竜宮城の話も不思議でしょ。あの浦島さんの、うん、ね、ね、あれは絶対子供の頃にね、そうそうそう、話だしね、うん、で竜宮とさ、琉球って似てない、う
似てるね。ねえ、なんか、そう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 。不思議だな、初めて聞いたその話。ね、うん、そうそうそう。俺もまあまた聞きの話だけど、これはいまだに俺も引っかかっててさ、だからそう、ね、たまにこっちのハワイの海とか見てもその話を思い出してさ、うん、まさかこの下にとかさ思うことがたまにあるけど。ね、うん、そうそう。本当さ、私も思うんだよね。うん、なんかさ、まあ今度またそういう話するかもしれないけどさ、うんうん、人魚の話とかも世界中至る所にあるじゃない。うん、あるね、そうそう。人魚と小人と、うん、巨人と竜、うん、これは世界中どこにでもあるんだよね。そう、に日本にもあるしさ、うん、そうヨーロッパにもあるし、そうドラゴンね、竜、うん、でしょ、あとまあアメド人魚、そうあと小人も、小人も日本もほらあるあるある、ね、いっぱいあるでしょう、うん、小人の話とか、うん、あと巨人の話も世界中どこ行ったってあるでしょう、うん、聖書とかにも載ってるでしょう、うん、そうだからね、そのなんでそんなたくさんのどこでもある話なんだろうって、うん、例えばさ、昔話の中でさ、緑色の顔した化け物がっていう話がどっかの地方にあったとしたら、うん、してもさ、その全く似たような話が世界中で語られてることってなかなかないじゃん。ない。でも小人と人魚と巨人と竜の話は、うん、もう世界中至る所至る文明であるんだよね。本当にね、言葉も全部違うのにね、世界各国さ。ということはこの4つは、少なくともこの4つは、うん、本当だったんじゃないかなって僕、ね、なんか最近そういうふうに考えるようになってきちゃったよ、うん、なんか本当なんじゃないかなって、うんうんうん、だからそのスペースの話聞いて、ね、人間と魚の愛の子がいてとかっていうのも、うんうん、もう半魚人の話だもんね、 それ、うん、ハワイにもあるしね、人魚の話。そうだね、人魚の話あるね、うんうん、なんかやっぱり海の中に生きてる、うん、何、生知的生命体っていうのかな、うんうん、海の中に生きるものっていう存在がいるんじゃないかなっていうのは、私も最近ちょうど考えてたところだったから、うんうんうん、その話がなんか単なる空想話とは聞こえないな、うんうんうん、なんか。そう、そんでね、俺がその聞いたおじいちゃん、おじいちゃんおばあちゃんも、うんうん、本当にほらそういう民族資料館のおじいちゃんだから、まともな人よ、真面目な人よ。そうだよね、そういうの研究してる人だね。そういうの研究して、むしろそのおじいちゃんの中でもその心に残ってる話みたいで、やっぱりそうだよ、ね、うん、謎の多い話みたいなことで。そのおじいちゃんもさ、誰かから聞いたのかな、うん、どうなんだろうね。それともなんか、でもまあやっぱそういうあの、まあ、民族資料館でそういう残ってたんじゃない、やっぱそういう話とか、いろんな人からいろんな話聞いたりとか、あとやっぱそういう話を、警察とかも動いたらしいから、うん、あの多分探れば残ってる話なんだと思う。本当、ね、うん、不思議な話だね、うん、へえ。そう、まあ今日はスペース、そう、スペースの話、ね、これこの話のちょっとあの残念なところは、その完結、この後のストーリーがないから、うんうん、あれなんだけど、うん、でもまあスペースの話でした、うん、ね、ありがとうございました。はい。いかがでしたか？今回のお話で探していたものは見つかりましたか？ハワイ島ヒロにある小さな宿、民宿ヒロよりお届けしました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。